写真ちょっとボケちゃってる。あ、でもこっちはいい感じ。あ、ごめんなさい、ずっとスマホ見てて気づかなくて。今お姉ちゃんに送る写真を選んでたんです。この前スペースラストライブのオーディションに受かった日からちょうど1周年だったんです。その記念にポビパでパーティーをしたので、みんなで撮った写真を送ろうと思って。はい、パーティーはすっごく楽しかったです。みんなでお菓子食べたり、1年前のことをお話しして盛り上がったり、なんだか1年前の興奮が戻ってきたみたいな、そんな感覚でした。さあやちゃんとかすみちゃんと一緒にサプライズを用意してたんですけど、アリサちゃんとおたえちゃんも別のサプライズを用意してくれてて、お互いにサプライズを用意してたってことがなんだか嬉しくって、みんな同じこと考えてたんだなって。あ、そうだ、よかったら写真見てください。お姉ちゃんに送る写真を選びたくって。あ、こっちの写真はおたえちゃんとアリサちゃんが用意してくれたサプライズです。スペースラストライブの映像を探してきてくれて、それをみんなで見たんですよ。蔵の壁に映画みたいに映してくれて、すごい迫力でした。わ、その写真、それに写ってるリストバンドが私たちが用意したサプライズです。みんなでお揃いなんですよ。どんなアクセサリーにするかはさやちゃんとかすみちゃんと一緒に考えたんですけど、このリストバンドのアイディアはお姉ちゃんたちからヒントをもらったんです。1年前のラストライブでグリグリがつけてたお揃いのリストバンド、1周年の記念としてもちょうどいいねって。だからお姉ちゃんにもこの写真を見てもらいたいんです。考えてみると、お姉ちゃんの影響を素直に受け取れるようになったのってポピパのみんながいたからだと思うんです。このリストバンドをみんなのサプライズにしようって素直に思えたのもやっぱりみんなのおかげなんです。このリストバンドもポピパのみんなもずーっと私の宝物です。あ、やっぱりこの写真がいいと思いますか？私もお姉ちゃんに送る写真はこれにしようかなって考えてたので、じゃあこの写真をつけて、あ、メッセージはなんて入れよう、考えてなかった。もうちょっと考えないとなので、帰りながらゆっくり考えます。写真一緒に選んでくれてありがとうございました。それじゃあ失礼します。